皆さんこんにちは、渡辺美奈です。もやしくんですねえ、ダウン2枚着てんの？うん、2枚で、これ下ベストだもん。でも2枚だね、ほぼほぼ。いや、だってこれ美奈セレクトだよ。そうだね、それは分かってるけど、あなたがセレクトしたんじゃないですか。すっごい厚着じゃない、家の中で。裏地が見せたくてね、グレーだから。そう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 、もういいよって、ここがいいか。あ、ごめんね、はい。本日はですね、ちょうどマリンスタジアムに行ってきたご様子を皆さんにご覧いただきたいなと思うんですけれど、本当に普通に家族で、うん、あの野球観戦行ってきたご様子です。まあ、藤原くんの応援なんですけどね。あ、そうですね、藤原くん、はい、お世話になりました。推しですから、はい、推して頑張ってます。本当にすごい好青年なんですよね。この山で一緒に食事してね、お家まで遊びに来たんですよ。ゲームもしたね、テレビゲーム一生懸命やってね、なずきに負けて悔しいって言ってましたね。はい、また第2回があるみたいですけど、そうですね、はい、K1 もね、一緒に練習しましょうっていう話をしてますからね。うん、そうですね、ということで、そんな様子をちょっとご覧いただきます。あ、違う違う、家に来た様子じゃないよ。私たちがマリンスタジアムに行った様子をご覧ください。スタートです。7番です。
カルも決めたらよ。そうだな、藤原くん、なんだっけ、こいつ一回一回変えるの面白いね、松川。一回一回変えるんだ。消極的な心がダメだな。もう涙目になっててお母さんになっちゃった。そうで横で興奮してるなずきまで泣いてんのヒット1本打っただけなんだけどねもうそのぐらいの気持ちになるんですね。でもその
ヒットを1本打つのが大変っていうことがすっごくわかるのよね。そう、ただ少年野球の応援もしてたから本当にヒット1本がとっても大切なことが分かってるし、うん、もうあの運動会を応援するお母さんなんですね。そうなの で, なで、あの相手チームがパンって打って守ってる時もね、藤原くんたちが藤原くんの方に行くと、あ大丈夫かしら、あプロだから大丈夫なのよ大丈夫なんだけど、あ大丈夫かしら大丈夫かしら、ちょっとドキドキしちゃうんだよね。そうなの でもね、相手チームの応援の時にやっぱり幕張ってすごいんですよ。今度一度皆さん行ってみてください。応援がね、もう生声なんですね。みんなの声で応援するんで、うん、ものすごい迫力なんですよ、うんうん、当然相手チームも応援団がいるので、相手チームも一生懸命応援するのね。その時に三森選手って、三森ってこう相手のセリフが来るんですよ。それ皆さん僕言うこれね、猪木って言ってるよって言うんだけどあのスコアボード見てたら三森って書いてあるけど、猪木じゃないよって、そこで注意してやっと分かったなと思ってもう一周するじゃないですか。大臣がミーモーリーって言ったら、さっきのことすっかり忘れてるんですね。今度イモリって言ってるけど何イモリって言って説明したよね。ミモリ選手って、二度あることは三度あったんですね。ジモピーって言ってるけど、地元の人とか言って、地元の人じゃないしミモリだからって、こんな会話をしながら観戦しておりました。でも今も聞くと作り話みたいだよ。これが本当なんですよあの作ってるんです。皆さんいつもこうなんで、もう少しでも皆さんにねお届けしたいなと思ってね、 LINE のメモのところにね書くんです。その時さっき見返したらね、ミモリ、イモリ、ジモピー、イノキって全部書いてあるんですね。すごいね、それはまた本当に。でも似てるね。じゃあ一回注意したら普通、あそうなんだ、三森選手って言うんだってなるのに、一周するとまた全く素になってるからね。でまたその時に入ってきた音を自分で勝手に変換して、万が一地元の人でもその応援団がジーモーピーって言わないでしょ地元の人だ、ジーモーピー、ジーモーピーって言わないよね。ジモピーってだいぶ古いですよ言い方も。すいません、三森選手、三森選手、本当にすいません、ソフトバンクの選手ですね。すいませんでした。でその時にはいろいろあるんですけど、皆さん見つけてね、皆さん、やったー、点入ったぞ、イエーイってやると、まあ、今普通、グータッチじゃないですか。皆さん、そのグーに目がけてね、パー出したんですねパーってやって、こうなったんですね包んじゃった。僕はびっくりしましたね、その時。何事もなかったより、もうやったなって感じで帰ってきたんですけど、グー出したらグーだよって教えてあげたんですね。え、パー出しちゃった、じゃんけんじゃないんだからって。っていうか、みんなに私どう映ってるんでしょう、うん、なんだろう、僕の手包んでくれたって言われたのかな、あれ。そうですね、相手方嬉しいでしょうね。でその時もあの、ま、いろんな、ね、女性の方も含めて皆さん写真撮ってくださいってローバーってくるんですよ、うん、笑顔でニコッと撮ってるところにちょっと離れてこう見てたら、男性の人がお願いしますって撮ってたんですね。そういう人が僕のところに来て、この人誰ですかってまあそんなこともあるなと思って、あのすいません、渡辺美奈と申しますって、あ、やっぱりね、みっちょんかみっちょんね、オッケーって書いてたんですね。違う、みっちょん違いますね、みなゆちゃんですね。でも今度それ聞かれた時さ、違う、全く芸能人じゃない人の名前言ってみたら、今度うちのおばあちゃんの名前言ってみて、渡辺京子と申しますどちら様ですかって話になることもあるかもしれない。で、みっちょんと写真撮ってて誰か見せた時ですそしたらその時に分かるんじゃん、誰かが気づいてくれた、それいいじゃん、もう別に ね納得して帰ってくれた、そんな感じですね。こともあった、この野球観戦でしたけど、はい、いかがでしたでしょうか。そうでしたね、あの千葉ロッテマリーンズのスタジアムは選手の方のそれぞれのメニューがあったりするんで、みんなあるの、あー、あの、まあ、球場ごとにあるんだ、あるんですよ。でも藤原くんのは抹茶ラテとかがあって美味しいんですよね、うん、なので行かれることがあったらぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、千葉ロッテの PR でございます、ね、はい、ただ野球はまた今年もね何回か行こうかなと思ってますので、ね、はい、たくさん応援に行かせていただきたいなと思ってます、はい、ということで本日のミナスタイルは野球観戦の様子でした。はい、野球好きの人みんな見てくださいね。ありがとうございました。大好きなんで、それではまたさようなら。グータッチ、あちょうどこうじゃん、あー負けたじゃんけんじゃないですか、サザエさんもじゃんけんぽみたいな感じでしたね。どっちに勝てばいいんですか。いや、みねさんです。